はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もウィニングレバーアプリ2018やっていきたいなと思います。今日はですね、サムネの通りご報告動画という形になります。ちょっと長くなっちゃうと思うんですけど、ぜひ最後まで聞いていただきたいです。いろいろ、この節目にまとめてきましたので、お話しさせていただければいいかなと思っております。ということで、サムネの通りですね、なんと、今日の朝登録者見たところ、3万人突破しましたー！イエス！はい、3万人ありがとうございます。ですね、昨日東海オンエアが300万人かな突破した後、100分の1の数字でこんなに喜ぶかと皆様に思われるかもしれないんですけど、ぶっちゃけ言うとめちゃくちゃ嬉しいです。はい、本当にですね、皆様いつもありがとうございます。まあ、この後いろいろお話しするんですけど、まずはですね、皆様にお礼を言いたいと思います。こうやってですね、いつも見ていただいたりとか、コメントしてもらったりとか、高評価してもらったりとか、すべてのことがですね、僕のチャンネルの活動につながってますし、僕のモチベーションにもつながっておりますので、まずはお礼させていただければいいかなと思います。ありがとうございます。はい。で、せっかくなのでちょっといろいろこの機会に振り返ってたんですけど、まずですね、ここまでの歴史、実はですね、チャンネルの説明ページに、チャンネル成長記録というのをつけているんですけど、はい、こんな感じで今まで成長してきました。で、実はですね、あんまり、動画配信者としての歴は長くなくてですね、去年ですね、2017年の8月3日に、動画配信をスタートさせました。で、そこからですね、まあいろいろとご縁もあって、その間にですね、2017から2018にウイレがアップデートしたりとか、そんな感じのこともいろいろあって、なんとですね、今日の朝ですね、チャンネル登録者数3万人達成いたしました。で、12月の5日、去年の12月の頭に1万人突破して、そこからですね、3ヶ月経たないうちに2万人突破。で、その後大体、2ヶ月ぐらいかな、また。2ヶ月ぐらいで3万人突破ということで、結構なペースで、最近は伸びております。本当に、皆様ありがとうございます。昔から見てくださってる方もそうですし、最近ですね、チャンネル登録したという方もですね、本当に嬉しく思います。僕は、まあ、本当にウイレアプリしかやってなくて、据え置き版のウイレもやってないですし、本当にスマホゲーム1本でやってきてるので、それでここまで登録してくださってる方が増えてるっていうのは、本当に嬉しいことだなと、正直思っております。で、ちょっとですね、ま、いろいろ考えてたんですけど、最初の頃思い出したんですよ。8月とか、出した頃って、本当に数十再生とかがベースで、30再生いけば、おうおうおう、30回も再生されたんだとかって思ってましたし、500回とか再生されたら、やばい、500回いったんだけど、みたいな。で、最初の方で結構ヒットした動画が1000再生とかいったんですよね。で、その時に、友達とかに、待って、僕ちょっとセンスあるかもしれないとかって言ってて、1000再生されたんだよ動画がとかって言って自慢するぐらいですね、本当に初期の頃っていうのは1000再生とか500再生とかそういう数字がとてもとても嬉しかったです。で、最近はですね、まあそんな数字も100倍とか200倍ぐらいの成長を見せていてですね、それこそチャンネルの動画がですね、まあ平均は多分1万再生超えてると思いますし、一番再生されてる動画だと20万弱とかっていう数字も見えてきております。で、本当にこれは皆様のおかげだと思っておりますので、まあ重ねてなんですけどお礼を言いたいなと思ってます。とともに、まあ僕自身も8月とか始めた頃にですね、考えていた500とか1000人見ていただける幸せっていうのは忘れちゃいけないなと思ってて、決してこの1万人1万回とかの再生が当たり前だとは僕まあ思ってないですし、思わないようにしなくちゃいけないなと改めて誓っておりました。はい、僕節目節目で地味に動画出したりしてて、偉そうにですね、チャンネル解説1ヶ月の動画を振り返ってとかっていうですね、動画を出してるのを先ほど見つけたんですけど、当時が動画の中でも話してたんですけど、チャンネル登録300人とかの時みたいで、つまりですね、100分の1かな今の、はい、って考えると、まあ東海オンエアが300万人で、僕が3万人で、さらにですね、その100分の1ということでめちゃくちゃ弱小だった頃なんですけど、まあこの動画、まあ一応概要欄に貼っておくんで、もしですね、気になる方見ていただければなと思うんですけど、まあ声も聞き取りづらいし、話もまとまってねえし、話すスピードもゆっくりだし、なんなんこれと思ったんですけど、でもちょっと僕すごい良かったなって思ってることがあって、あれを改めて見るとですね、チャンネルを作った頃から今もですね、
まあ根幹にある思いみたいのは変わってないんだなっていうことをちょっと再確認して、でそれをちょっと改めて3万人も登録者増えて、最近こういうお話できてなかったのでしていきたいなと思うんですけど、それはですね、やっぱこのチャンネルをウイレアプリのユーザーが集まるコミュニティにしたいっていう思いはずーっと持っていて、で節目節目の動画で見てくださってる方は多分あ、またこの話かって思うかもしれないんですけど、でも毎回しているし今も思ってるっていうことは、この気持ちは変わってないんだなと改めて思っておりました。で、なんだろうな、僕すごくやっぱ素敵だなって思ってるのは、まあウイレアプリっていう一つのゲームをですねやってるユーザーって日本にたくさんいると思うんですけど、やっぱ一人でやってても楽しくないんですよ。で、楽しい瞬間ってやっぱそれを誰かと分かち合えたりとか、何か例えばじゃあ情報を出した時にそれに感謝されたりとか、逆に新しい情報をもらって感謝を伝えたりとかっていうやり取りがあれば、もっともっとやっぱゲームって楽しくなると思ってて、そういう場所に僕のチャンネルをうまく使ってもらえたらすごく嬉しいなとずっと思ってるんですよ。で、まあ一応僕が動画配信者という場所は提供しているんですけど、まああくまでコミュニティ上では僕も含めてみんなフラットにいろんな情報交換をしたりとか、情報発信をすることで、それが結果的に誰かの役に立ったりとかっていうことも全然あると思いますので、そういった場所にやっぱり引き続きしていきたいなという思いは持っております。なので、今後ですね、ちょっと皆様に一つお願いしたいのは、ぜひぜひコメントとかガンガンいただきたいなと思ってます。もちろん見ていただけるのも嬉しいですし、高評価していただけるのもすごく嬉しいんですけど、コメントをすごく僕は重要視したいなと思ってます。なので、僕もそのコメントにできるだけ返すようにしますし、逆にですね、コメント、誰かのコメントに対しての返信もどんどんしていただいていいと思ってて、その交流がやっぱりゲームをやってて同じ趣味を持っている人とのつながりがっていうのがやっぱり醍醐味だと思ってるので、ぜひぜひそういったところはみんなで引き続き作っていきたいなと思ってます。でその時ですね、まあ YouTube のコメント欄とかだと結構荒れてたりとか暴言とか吐かれてる方も結構いるんですけど、やっぱそういうのほんともったいないので、暴言、一時的な言葉のこう引っかかりで暴言吐いちゃうって必ずお互い後悔するんで、絶対やめた方がいいと思います。そういう時僕もですね、でもいきなりなんかアンチコメントとか来て、お前死ねよとか、この動画クソつまんねえんだけどとかって言われると結構プチッとくるんですよ。いや、なんなんお前みたいな、いきなり何言うとんのって思うんですけど、その時に僕いつも考えなきゃと思ってるのは、5分後の自分考えるんですよ。今カッとなって、いやおめえの方がつまんねえからとかって返したら、5分後どうなってるだろうって思うと、それに対して多分相手も突っかかってくるだろうし、自分も5分後別にそんな気にしてなくねこの話と思って、って考えると気持ち楽になって、それに対してもですね、あーすいません、もっといいようにいい動画作れるように頑張りますねとかっていう大人の対応もできるようになるので、そういったところですね、考えてもらえるとコメントとかで交流楽しめるんじゃないかなと思いますので、ぜひその辺意識してというか、楽しんでもらいながら、僕の動画をうまく使って交流してもらいたいなと思ってます。なので今後、例えばウイレアプリ今後1周年とか来ると思うんですけど、1周年のガチャみんなで考えようとかっていう動画でコメント欄で交流したりとか、そんな感じの動画とかも今後積極的に作っていきたいなと思っております。で、今後のですね、もう方針というか目標について最後ちょっと軽く話していきたいなと思うんですけど、まずですね、短期的な目標と長期的な目標2つあります。で、短期的な目標というところで言うと、引き続きですね、やっぱ僕動画制作頑張って、皆様に有益な情報とか有益な動画届けられるように頑張っていきたいなと思ってます。で、その中で僕が短期的にやっぱ意識したいなと思ってるのは、これこの前メロンパンさんの生放送とかでも話題に出たんですけど、ヒカックさんだから見るっていう風に言われるようになりたいなと僕は本当に思っていて、で僕っておもちゃさんとかメロンパンさんとか僕くんさんみたいなプレイ動画を中心に出す動画配信者ではないので、どちらかというと情報発信、まあ情報に価値がある情報提供系の動画投稿者だと思ってて、そういうやっぱ配信者って情報自体に価値があるので、誰が言っててもあんま変わんないって情報になりやすいんですよ。最悪例えばロボットが喋ってても変わんないみたいなっていう風に全然なりやすい動画のなんていうんですかね、動画のまあセグメントというかそういったところだと思ってて、でも僕はやっぱり動画配信してる以上そこにプライド持ってるし、そこに対してみんなに対して情報提供屋さんだよねって思われるんじゃなくて、動画配信者だよねってちゃんと言われるように
頑張っていきたいっていうのが直近の目標かなと思ってます。なので例えば毎週エージェントとかってあれなかなかウイルアプリで企画系って難しいと思うんですけど、いろいろ考えてああいう形でやってみたりとか、あとはこれ黒柴さんとすごく相談してというか黒柴さんにいろいろ作ってもらった部分もあるんですけど、ランキング動画とか、まあランキングも結局情報でしかないんですけど、例えばおもちゃさんとかもランキング出してたじゃないですか。であれはあれでおもちゃさんなりの使用感を含めたランキングっていうことで、まあおもちゃさんの色がついてるんであれもあれだし、まあ僕もちゃんとデータにすごいこだわるっていう色をつけることで、まああれも一つ情報提供の形を変えるっていう意味ではヒカックさんだからできた動画っていうような形にはできたんじゃないかなとは思ってるので、まあそういったいろんな工夫を続けながらあなただから見るっていう風に思ってもらえるように頑張っていきたいなと思ってます。まあ所詮情報提供屋さんだからそう思えないよって思われる方も結構いると思うんですけど、そのですね予想を覆せるように頑張っていきたいなと思ってます。で、長期的な目標っていうところで言うと、まあまだちょっと計画段階のところが多いんですけど、まあちょっと大きな話をすると、なんで僕がウイルアプリというゲームの動画配信をしてるかというところなんですけど、まあ根本の目的を考えたら、せっかくやるならみんなで本気でゲームを楽しみたいっていうところがすごく強くあって、で、やっぱりやるなら本気でやりたいし、せっかく重要な人生の時間使ってるなら楽しんだ方が絶対いいんですよ。なので楽しみたいっていう目標のもと、僕は今、まあ、YouTube っていう、まあ、プラットフォームを通じて動画っていう形にはめて情報を提供してるんですよね。でもそれってすごく価値があることだと思ってて、皆さんがですねそれを見てイベントを攻略していったりとか、じゃあスカウトで選手を獲得できたら、まあよりその時間って絶対楽しくなるので、そこは一つの、まあみんながゲームを本気で楽しむっていうところに、まあサポートうまくできてるかなと思うんですけど、そのサポートする方法って、絶対情報提供だけじゃなくて、例えばすごくわかりやすい例で言うとお金をあげるっていうのも一個だと思うんですよね。で、じゃあ5000円あげてそれ課金しなさいって言ったら、まあ課金して新しい選手が入ったら楽しいじゃないですか。まあそれも一つ本気でゲームを楽しむっていうソリューションの一つであると思ってて、まあそれって無数にあると思うんですよね。でまあお金をあげるっていうのはさすがに現実的じゃないんでやらないですけど、まあそういったところで、動画配信以外で皆さんをサポートできるようなサービスっていうのを展開していきたいなと思っております。でこれはちょっと詳しくはまだ言えないんですけど、皆さんの本気でゲームを楽しむっていうところにサポートする違う軸を持っていきたいなと思っております。はい、そんな感じで、まあ長期と短期と目標を話させていただきました。まあこんな長ったらしい、まあ抱負と感想を誰が求めてるんだって僕今話しながらずっと思ってたんですけど、まあでも1年後の自分のためにもそうですし、まあこれを見てもし誰かがちょっと心動いてくれて手伝いますよとか、なんかまあゲームに対してもっとなんか向き合いますよとか、まあさっきのコメントしてくださいって話もそうですけど、コメントしますとかっていう話が出てくれば、それでまあ一つこの動画出した価値があったかなと思いますので、まあまとめさせていただきましたということで、ちょっと長くなって申し訳ないんですけど、今回3万人突破ということで動画出させていただきました。最後に本当に皆様ありがとうございます。すごく楽しい時間を過ごさせていただいております。これからもですね、まあ皆さんと一緒にどんどんチャンネルを大きくしてウイルアプリのでっかいコミュニティ作っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、今回動画以上で終了していきます。また次の動画でお会いしましょう。3万人ありがとうございます。